しゃえちゃんえちゃん起きてまいーまいー起きてー起きてー肉買ってきてよ肉肉肉いやーというわけでね、最近ね、ようやくね、ちょっといろいろ揃ってきて、前のね、動画でも紹介したんですけど、家具とかにいろいろ揃ってきたんですよ。ほら、見てこれ。机があるんですよ、机が。だだん。前まで段ボールでね、ご飯食べてたのにね、今ね、こう、机がね、前の家から持ってきたのがあって、とりあえず一旦ね。あとはこんな感じでね、カーテンがついたりね、着々と越してきてね、なんか必要なものがどんどん揃っていってるっていう感じなんですけど、あっしあんちゃんコアラみたいなね、カトストロ肉が出てきたよ、あんちゃん、肉肉と酒肉と酒うん焼肉ですよ肉じゃん新居で焼肉というねやばい、もうね、新しくね、住んできたし、うん、家具も揃ってきたから、うん、焼肉だねっていうところであーすごいそうだ、あんちゃんなんか朝さ、掃除私すごいしてて、そうそう、おめちゃんが、もうダメだっつって出てきたから内心痛かった肉か肉だよ、肉やっと目覚めたかうん、覚めたほっとび朝一で買ってきたんすよ、はい、すごい、朝のもう8時にはいなかったですなんか割引とか結構あったよ豚タン、うん、おぉ豚バラの塊おぉつまりこれはこれとサンそしてコクうまキムチでサムギョプサルだよ、ちゃんすごい50円いいね、こんちゃん産地激安だった酒わー、ありがとう掃除頑張ってくれてたから昼から昼からですか酒を浴びろ、あちゃん酒を浴びるんだこれウーロン茶ともうこれ、もう愛してやまない愛してやまないレモンパセリウーガーあー好きだよね、こんちゃんそれと二肩ロースの塊舞茸、焼きうどんこれはこれやばくないこれ何これ熱くないこれなんかクリスマスのチキンみたいなのが誰が食べるのこちゃんこんなに誰が食べるのこれ焼肉みたいな感じしてたこれ260円だったのやばくない安いけどやばくないこれでこのねあの前の家から使ってるあそうだねだから岩谷のロボタ焼きのそうセットで新居で焼肉わー懐かしいこの机とこのねあ、そうそうそうセット1K 時代でお世話になってるやつよし、とりあえずちょっと豚肉切ったりちょっといろいろやるはい、いきますわーい、肉どういうことまな板いや、わかるいいまな板いやいやいまな板俺いいまな板なくてそう、今まで100均だったからねいいまな板ですよ、皆さんえ、見てこれ豚肉バーンとネギねネギねうまネギ塩をね、作りたいんですよはいうまネギ塩わかりますかうまネギ塩ですよ違いはうまネギ塩うまネギ塩があってこその肉そう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 僕らの無類のね焼肉キング好きなんですけど、はい、焼肉キングといえば、うん、ネギ塩タンみたいな、うん、あるじゃないですか、はい、ネギ塩タンのネギ食いに行ってるみたいなねそうあーちゃんがもう好きすぎてそうネギだけ食ってるぐらい好き今日さっきタン買ってきたから作るのそうでちゃわーいいねサクッとサクッと作ろうとサクッとなうんみじん切りってどうやってやるんだベン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 ってちなみにキング焼肉キングって愛知県発祥なのよそうやばくない愛知県が誇れるものがコメダ以外にもあるっていう他にもあるんですよブラックサンダーとかねあブラックサンダーもそうだしう俺たちが愛してやまないねマルゲンもねあそうだねあれ安城そうなんです愛知意外とそう帰ってきてからねなんかちょっと調べたらねやっぱ飯強いよなあうまねぎしよううまねぎしようよし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 まず、うん、刻んだネギを入れるのニンニクチューブはい2センチのところをあえて4センチ結構入れますねいけーはいほらこんなもんですかめっちゃ入れちゃったいいねいいよ塩コショウ適量パッ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 鶏ガラ小さじ1はいふい、はい、レモン汁小さじ1はいはいごま油小さじ2はいうえはいおおいお香る香る香るあぽいぽい匂いがするぽいねそのままいけるかもしれん調味料やからどうだうん
ニンニク入れすぎた入れすぎたな、はい、次は肉だな。おおすげえネギついてるよ、いちゃん。どこに？頭にネギついてる。頭に髪触っちゃったんかな。ネギついてるぜ。くなくな芋けんぴ的なノリ。芋けんぴ的なノリで。バター肉はサムギョプサルにしたいからちょっと厚めにいこう。それ何肉？豚。おお。今日牛ない。牛なしタコ。なんて言った？まだ寝ぼけてる。豚肉切れたぜ。おお、すごい。うまそう。よっしゃ。ほら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 。よっしゃ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 。すげえ。いやー、最高じゃないかこれは。あ、最高だなこいちゃん。これはたまらんねえ。最高だな。知るなこれは。そそるぜ。これは。そそるぜ。とりあえずな、乾杯だね。乾杯しよう。うわあ、昼間からこの後風呂掃除するけど行けるか私。ではお疲れ様です。乾杯。よし。ああ。わあ。うん、まあ。うん、ま。おお。イエスイエス。いいねいいね。タンでしょやっぱり。あ、タンね。やっぱりね。タンとウインナー行こうか。あ、いいねいいね。あの病みつきのレモン&パセリウインナーです。これ美味しいよね。これマジでうまいよね。うわー。わー、香りがいいね。ね、香りいいね。わー、キャンプギアなんだけどね、うん、セリアの肉つまみバサミとね、タレ2種類入れれるぜお皿。そう、油飛んできたね今日は。そうなんすよ。はい、なんで新居で焼肉やるの、うん、と思うじゃないですか、うん、普通嫌じゃん。うん、めっちゃ嫌。なぜ焼肉やるのか、うん、母ちゃん、はい、焼肉をやるのにそもそも理由なんかいるのかっていう。おお。二人が焼肉を焼く、うん、その行為こそがまさに愛の育み。何言ってる。あ、こいちゃんも一緒にね、掃除するもんね。そうそうやな。そう、よし。でもな、気持ちいいな。逆にな、逆に気持ちいい。逆に気持ちいい。逆に新居でこの焼肉をやるという、うん、もうあと何してもいいみたいになってくる。そういうわけよ。もうハードル下げるのよ一気にね。もういいんだよ。油とばっちゃらまさったれ。何うまそうじゃないか。おい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 。うまそうじゃないか。いや、いいねこれは。絶景だな。富士山より絶景かもしれん。あ、じゃあ登りたいね、富士山ね。全然。はー、ありがとう、き幸せ。ネギネギ。ぶちこめ。よっ。およっ。まあ、まずタンからっすよ。ですよ。焼肉はな。タンだよな。やっぱタンだよ。なあ。いただきます。いただきます。おー、米超かき込めるな。やばい、めっちゃうまい。これもう本当にもうあれだよね、タンがうめえのかネギがうめえのかみたいなさ、うん、めっちゃうまいな、うん、おっ、わあ、うめえ。たまんねえか。たまんねえぜ。たまんねえなちゃん。たまんねえ、この休みのね、昼間から飲むレモン、たまんねえぜ。焼肉うめえ。ちなみになんか箸ね、うん、僕らちょっとこだわったんですよ。はい、そう。前がね、100均で買って折れてたりしたんで、箸って結局ずっと使うもんじゃないですか、うん、結局、うん、だからなんか俺ちょっといいやつにしたいなと思って、うん、ケユカっていうね、ちょっとおしゃれなお店あるじゃないですか、うん、雑貨屋さんかな、1000円ぐらいの箸にしたんですよ。そう、なんかこういう木こだわってますみたいな。そう、ちゃんと彫ってもらったんだよね。そう、文字刻印できますみたいな。そう、言ってくれたから、ね、目音箸とかにいいですよみたいな。あ、そうそうそう、え、じゃあつって、で僕はあの野菜克服って彫りました。野菜克服しようよ。野菜克服しようっていうね、あれを込めて。で、私は、うん、食後昼寝大事にして。食後昼寝。なんだこの四字熟語。これはこちゃんもう古から伝わる四字熟語。本当に食後昼寝。一番ダメなやつじゃない。優勝。うん、大優勝丸。大優勝丸。ウインナーなんか良さそうじゃない。もういい感じじゃないか。あ、いいね、いいね、いいね。その間にクリスマスチキンを。
焼きます。うわーすげーすごいね、これでだって260円だよ。安い、確かに。どう、何が起きたらこうなるの。みんな食おうぜ。食べよう。おいしい。おお、おー、うまっ。ああ、どうしたどうした。忘れてた。何が。マキシマムあったわこのウインナーにはマキシマム。あ、窓も開けてない今気づいた。換気扇も回した。大事。このウインナーにはね、やっぱねスパイスが合うんですよ。すごい。ああ、もう味に味を重ねて、あなたあおお、あーまあ、貴族のソーセージだね、これは。わかるわかるわかる、そういう感じ。貴族のソーセージのような。換気扇うるさ初めて回したから、ちょっと知らなかったね豚肉もいっていいか。うん、うわー、これ多分下味つけなかんやな。多分そうだね、つけた方がいいね。マキシマムマキシマム、アウトラースパイス打ったこ。すげーおー、豚肉焼けてきた。おー、いいね、ありがとうございます。どうぞ。あれだよ、ちゃん、俺たちにはこのタレがあるぞ。そこだそこだ。これ知ってますか。これ皆さん、こちら知ってますか。トムラのタレ。そう、これ焼肉トムラっていうね、宮崎のね。そう、なんか焼肉屋さんの。すごいんですよこれ。僕がヒッチハイクで日本一周してた時に、うん、宮崎で乗せてもらったら、うん、お前とりあえずこれは持ってけって言われて毎日野宿の大学生にこのタレだけ渡すっていう事件があって宮崎でね、なんかまあ肉は食べれなかったんですけど、あのタレをね、うん、こう買ってさ。そう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 、すげーうまいと思って、あの白米にねつけて食べたんですけどありがとうございます。いいね、ネギ塩と混じって匂いがよくわからないいただきます。いただきます。うん、うん、うまっ。うまい、うまいね。コクがある。油とマッチしますね。豚バラ入れます。うん、サムギョプサルだね。なあ、うわ、豚バラはやばいな。やべえやちゃん鳥邪魔だな鳥すげえ場所取るな。いや、新居で豚バラはやばいよマジで。新居でサムギョプサルのやばい。もうこの辺りもう布しかないからね飛び散りまくるぞ油が。それがでもあちゃん愛の育みだから何それわあ、すげえ。鶏もうまそう。ね、美味しそう。いや、気持ちいいですね。完全に気持ちいいね。完全に気持ちいい。完全に気持ちいい。回ってる。回ってますね。豚バラ入れた瞬間火力すごいな。すごいことね。煙すごい。召喚されましたみたいになって大丈夫大丈夫なやつですか、もういちゃん大丈夫かこれ、こっち来ならねえかすごい、めっちゃ白いもん周り。換気扇強にするわ。結構やばい。換気扇強にする。火力大丈夫かこれ。おー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 。熱っ。こっちもまだ上げる。すごい、めっちゃ油飛ぶ。めっちゃ油乗るまだ上げた。すごいね。これが豚バラか。入れた途端火事みたいな。誰だ買ってきたやつ。あれめっちゃうまそうじゃん。なにこれ、超うまそう。うわやっぱたまらんな、うん、家でなんか家の光景じゃねえなこれ。なしばらく匂い取れなさそうな勢いださあ、強いし、あんたあんた、もうサムギョプサルは始まるよ。トムラのタレで行こう。あ、トムラで行く。やばいやばいやばい大丈夫不安になる煙の量なんだけど。はい、サラ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 。すごいすごい。豚バラ、うっやばいやばい豚バラってこんな危ねえもんだと思う。着火剤じゃん、これも着火剤に近いぞ、豚バラ。見せたい、これこれ全部、これ全部油飛び散った大丈夫か、じゃあそれ終わったんじゃないか豚バラの威力を。あー、すごいな。思い知ったわ。このスカートみたいに全面がなってるって思うね。もうすごい、床とか家具がもう今あー、今終わってるね、完全に完全に終わってるね。終わった人だね。終わっちゃった人バレちゃう、あーちゃん、あーちゃん見てるのバレちゃうよ。俺も欲しい。どうぞ。まずタレにつけます。はい、のせます。のせます。雑だからいけー、ちょぶしおい。でも巻いたらもうサムギョプサルやろ。出来上がりだよ。こういう感じだよ。はい、こんな感じですよ。いただきます。おー一口でいかんでも。うまい。なにこれ。
半端じゃない。おろさんちょうだい、おろさんちょうだい。サンキュー。わー、イエス、やばい。もーす。おー。おー。うん、うわ、やばいよな。本当なの？こんなんもういいよ。油いくらでも飛ばしたいもん。考えた人誰さんのギョプサル？天才だよね。どこの韓国人の方？マジで天才の韓国人の方。めっちゃうまいわ。やっぱ油の量とな。うわ、すごい。床やばいっすよ。床やばいっすよ。やばい。もうね、大空の床みたいになってる。終わった人。ちょっとよっこんな。熱っ。イエーイ。すごい、めっちゃ油飛んでくる。こいつよくさ、半ズボン履いてるね。ユニクロール1200に出る。うわー、すごいファイヤーしてるね。ごめんなさい。もうこれはタレ付きだよ。あ、もうキムチ足んねえぜ。キムチ足んねえな。いただきます。いただきます。うまっ。うまっ。よしよし、豚バラはこれで火事の要因は消え去った。なんかちょっと前にコメダの一番くじやってたじゃないですか。あー、そうそうそう。あーちゃんがむっちゃ欲しがってて、ちょっとまだ予定もあったから、まあ、1日後に買いに行ったら次の日もうなくて。そう、もうないのよ。えってなって、10店舗ぐらい電話して、そうコンビニに。もう10店舗全部なくて全滅してた。まあ、でもやっぱ愛知県民だから、やっぱ愛知のコメダ愛がすごすぎて。でインスタとかでなんか残念だなみたいな感じで、やりたかったなみたいな書いてたら、友達が、私の旦那がコメダのその引いたんだけど、すごい運が良くてめっちゃ当たったよみたいな。おうおう。でそれでなんと、はい、あれがあれが出てきます。すごい煙こっち。白のワールです。クソデカ白のワール。譲ってくださったんですよね。そう、母ちゃん念願の栄翔で、めっちゃ嬉しい。でいつもここのゴンの上に置いて、そう、あのゴンの帽子になってこうやって頭にうんこ乗ってるみたいになって。違うよ、ゴンの帽子なの。お、鶏もほらうまそうじゃない。ほらすごい、うわこのジューシー具合。あー来てるね。すごい、キムチこぼした。終わってんそれも。それもうユニクロのやつ終わったよ。ユニクロじゃないもん、グローバルワークだもん。すげえ。すごいマジで。すげえうまそうだよ。でもほら、ね、これはもう食らいつくやつだね。うん、うわいい音。うわ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 、皮パリパリ、すごい、皮全部剥がれちゃった。なあ、チェック。1個130円だからね、大体。ファミチキより安いじゃん。そうだよ、あんたこれ、じゃあこれ買うわって感じですよ、それは。エアを犠牲にしてな。わどうだ。うん、あ、野生って感じ。めっちゃ野生、本能が。うおーっつってやってるじゃん、本能が蘇るね。うおーっつって。解散。ごちそうさまでした。うまかった。ごちそうさまです。眠たいね、あちゃんね。というわけでね、あちゃんももうこんな感じなんで、今日はこの辺で。いや、焼肉楽しかったね、あちゃんね。楽しかったそうです。じゃあ、そういうわけでね、またおうち焼肉いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけで、また次回バイバイ。Ha ha ha ha!